動産情報。どうもベトナムすみません WC シンスーケーです。お願いします。ホーチミン市7区に来ております。紹介していただく方がおります。エナセットのスギちゃん、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ今回はどこでしょうか。はい、はい、前回ご紹介したリッチレーンの隣のサービスアパートメント、はい、オープントレジェンスです。ああ。サービスアパートメント、はい、きめ細かいサービスがあるわけですね。はい、さらにこちらのサービスアパートメントは、はい、日本人の担当者の方が常駐しております。めちゃくちゃいい。それなかなか皆さんねイメージできないかもしれませんが、住まわれたことない方はね、日本人の人が一人いるだけで全然違いますから。おっしゃる通りですね、はい、ちょっとあの英語でお話しすることに自信がない方でも、うん、安心してお住まいいただける。そうですね、もうちょっとしたなんかご相談とかはね、はい、対応できますできませんもありますが、すぐ対応してくれますからね。7区は計画をされて都市開発をされておりますので、街並みは非常に綺麗になってます。緑が豊かだったり、はい、道の区画が整備されてたりしますので。そうですね、歩道もしっかりと設けられているので、うん、小さなお子さんだったりベビーカーを引いて歩くことも比較的しやすい。なるほど、それでは中見に行ってみましょうか。はい、レッツゴー。はい、どうぞ。3ベッドルーム110平米のお部屋です。広いしめっちゃ綺麗ですよ。マジやばい。これ空気めっちゃ綺麗じゃないですか。なんか三菱電機のエアコン、はい、ということで空気も綺麗に循環されてエアコンも効きやすいという埋め込み式ですわ。やっぱ違いますね。1ランクも2ランクも違いますよ。これリビング、普段からこうやって整えられてるんですか。いえ、こちらはモデルルームとして。なるほど、全てが高級感あります。こういったワイングラスとかもそうですし、これはいい、触り心地もすごい。そしてめっちゃでかい鏡。じゃあちょっとキッチン見ていきましょうか。はい、こちらのお皿だったりとか、はい、コーヒーカップだったりというものは全てご用意させていただいた上でお貸し出ししてます。なるほど、はい、うわー、コーヒーメーカーもあるじゃないですか。でトースターもあります。めっちゃ揃ってる。じゃあ電熱コンロも3口ございますし、はい、もう収納も下全部もありますよ。はい、電子レンジ、はい、オーブン、めっちゃ高級感あるな。もう冷蔵庫でかー、冷蔵庫布団、もう3ベッドルームだからね、もう全部入りますよ。そしてこちらの奥には、はい、洗濯機ルームが、洗濯機と、はい、上なんですか。乾燥機です。やっぱ3ベッドルームなんで、まあ、4、5人でもしね住んだ場合は、まあ毎日やんなきゃいけない時もありますもんね、洗濯を、はい、その場合洗濯やって乾燥機かけて、はい、もう一度洗濯できる、はい、でしかも綺麗ですね。これ築どれぐらいなんですか今。まあ3年ぐらいですね。めっちゃ綺麗です。定期的に、メンテナンスというのは非常にきめ細やかに行われておりますので、それちょっと一回泊まってみないと分かんないな。そんな中川さんのためにご用意させていただきました。一泊宿泊無料券プレゼント。プレゼント。イエーイ。お客様もですか。はい、オークッドのお部屋を内見されまして、はい、実際に契約される前に一度泊まってみたいとお試しされてみたいという方がいらっしゃれば、はい、そちらもご検討いただけるということで。めっちゃいいじゃないですか。本当住んだ空気感ってやっぱ違いますからね。見るだけと一泊泊まってみるって全然違いますからね。いや、これはすごいいいお部屋だ。実際に寝心地だったり、はい、周辺の騒音だったりというのを確認いただければと思います。ちなみにここもじゃあ複層ガラスですか。はい、そうです。こういったね静けさとかも感じるのはやっぱ一回泊まってみないと。だから内見して検討しに来てくださいぜひ。さあじゃあリビングもホテルっすね。この感じ素敵なソファ座り心地がめちゃくちゃいいっす。あ、測るの忘れてました。測っておきますか。測っとかないと。いや、いい。でここもね足伸ばせるタイプのとこですね。こうやってマジ最高っすよ。金持ちやー、借りてー。7区が一望できますね。広い窓ですから目の前にねマンションがないのでかなり奥まで見えますね。さあそしてこういうちょっとしたデスクもあるんですね。電話、なんで電話あるんですか。はい、こちらからレセプションのスタッフさんにお電話することもできます。そっか、サービスアパートメントだから本当ちょっと困った、ちょっと水なくなったんですけど水持ってきてくださいとかもできるってことですよね。はい、マジでこれホテルと一緒ですね。そういうレセプションの方に連絡して困ったことがあったらすぐ対応してくださって。3ベッドルームですからね。
まずここサブのバスルームです。めっちゃ綺麗です。やっぱもうすごいね、手入れしてありますわ。こういったアメニティとかは、はい、これはご入居の最初だけサービスで付けさせていただいてます。なるほど。タオルとかも交換してくださるんですか？はい、はい、週に2回交換をしていただきます。めっちゃいいな。洗濯でかさばりますからね、こういったのは、はい、こちらはシャワールーム、まあサブの方ですからね、これぐらいの広さでヘッドがついてで、これ、え空間できてますよ、これ。こちら、他のお部屋と壁を挟んで隣り合っておらず、外の空間が部屋とお部屋の間にあることで、部屋の騒音が聞きづらいという。これすごいわ。スモールベッドルームですか？はい。お子さんのお部屋としての、はい、もうモデルルームみたいな形で、はい、こういうおもちゃ置いていただいてるわけですね。はい。ベッド。めっちゃいいっすよ、これ。で、収納ももう広いですよ。二人ね、子供がいてももうこの広さで十分ですね。今、こちらのお部屋、ベッドが二つある状態ですけれども、はい、ベッドが不要という方もいらっしゃる。ああ、はいはいはい。はい、その場合は、ベッドを撤去していただくっていうことも交渉可能です。なるほど。だから違う用途として使っても大丈夫という。はい、じゃあ次のお部屋、お願いします。こちらもだからベッドルーム。めっちゃ広くないですか、ここ。これキングでしょ。これは180センチ幅があります。マスターですか？マスターじゃなく、はい、で、収納もね、また大きいものありますし、じゃあ行ってみましょう。マスターへ。スターベッドルーム来たー。めちゃくちゃ綺麗で、またキング。はい、キングベッド俺見つけたわ。俺が好きなやつ見つけた。これここに置けるわけですよ。これなんすか？電話っすか？こちらは電気です。え、本でも読もうかなと思ってたら、電気電気どこやとありましたと。これ全部の部屋ついてました？はい、ついてました。やばー。で、ここも窓もついてます。あちらには大きい窓もあります。はい、こちら見てください。 USB をそのまま差し込めるみたいな。はい、うわ、それ便利っすね。これすごい。3年前からそういったところまでケアされて作られるんですね。はい、すげー。多くとテレビもありますし、こういった化粧台もありますと。うわ、本当にウォークインクローゼット。ウォークできますもん。ウォークめっちゃできますよ。そうですね。広で、鏡もあるんですよ。ここで服着替えて、あ、ダメだ。で、ここでまた着替えて、オッケー行こうってできるんですよ。最高やん。次はマスターベッドルームのトイレ、お風呂。あったー、浴槽。やっぱりマスターベッドルームにはある。これはちょっと杉野さん、はい、上がっときますか。上がっときましょう。はい、お二人で入れるか分かんないからな、これはさすがに。中川さんちょっとわからないと思うんですけど、はい、ちょっと斜めってるんですよ、ここ。本当だ。すごい座り心地がいいです。もうだからずっとここに寝そべっていられるっていう気持ちよすぎて。シャワーもここにもありますし、で、まあ、トイレも綺麗ですわ。タオルもまた交換してくださるし、シャワールームももうさっきよりめっちゃ広いっす。マジでこれ測ってみましょう。せーの、全然届かない。めっちゃ広い。東京神奈川ぐらいありますね。はい、すみません。はい、いつも我々言うやつ、段差があります。これがあることによって水が溢れないんです。そうなんです。こういったね、高級感のあるレジデンスだったりサービスアパートメントにありますね、ちゃんとね。家賃を当てたらただで借りれるのコーナー。めちゃくちゃいいお部屋ですね。3ベッドルームでプール、ジムもあって、ラウンジもありましたもんね。はい、で、あのラウンジだとか勉強したりとか、その誕生日会とかね、はい、パーティーとかお子様たちが集まってやるようなイベントとかもできたりしますんで、すごいいい。正直前回のリッチレーン見てますから、あそこの家で750、まあ単純に3倍、3ベッドルームですから2250にそのサービス的なものを含ませる。以前のリッチレーンのお部屋では、はい、管理費のみを含めた金額で出しておりましたが、今回サービスアパートメントですので、はい、基本でタックス、管理費、水道光熱費、インターネット、メイドさんのサービス費用が含まれております。なるほど、はい、かなりインクルードなんですね。そうです。なのでそちらのサービスの費用も考慮した上で家賃を。うわ、めっちゃヒントくれてる。わかりました、来ました。$3,100お願いします。はい、正解は$3,000です。うえー、惜しい。$3,000。はい、これはそのお部屋によっても違ったりするんですか？そうです、部屋の階層だったり、はい、向き、あとはご入居される時期によっても多少こう賃料が前後してきますので。なるほど。まあ、$3,000というのは、はい、あの目安として。あ、それより安くなることもありえますか？はい、よく聞いてくれました。もちろんですね、その階層が低くなることによって、はい、賃料が少し下がるというケースもございますし、今ですね、はい、外国人が入りにくくなってくる、はい、ということもありますので、はい、通常の金額よりも少し安い金額でお借りすることが可能になります。なるほど。でもね、僕はスイムさんから1日無料体験オークンド券もらいましたから、はい、ぜひ来てちょっとね、なんか皆さんにお伝えできることあれば伝えたいと思いますんで、皆さんも検討してる方はぜひね、ちょっと内見に来て一
1日無料体験してみてください。そして2ベッドルームもございますので2ベッドルームもご覧ください。2ベッドルームもめちゃくちゃ高級感あっていいっすね。はい、ここ広さどれぐらいですか？92平米です。これベッドルームが2つに分かれてて、はい、リビングが真ん中にあることによって完全にプライベート空間も作れてますね。はい、これだからルームシェアとかも行けるしすごい、ね、そうですね、はい、例えばこちらの2ベッドルームお一人で住まれて、はい、日本からの出張者の方が来られた時にもう一部屋を使っていただくっていうようなことも可能だと思います。いいな、オークンとめちゃくちゃいいっすよ。そして他にも N アセスさんたくさん物件持ってますのでぜひ下の方のリンクから見てみてください。それでは以上ホーチミン最新不動産情報でした。また次回お会いしましょう。さよならー。